休日っつってもダリーだけだな。何にもすることねえしよ。クソ、もしもし爆豪です。あ、もしもし爆豪、今からドライブ行こうぜ。ドライブ、んなもん行くわけねえだろ。あ、じゃあ1時間後ぐらいに迎えに行くから。聞いてんのか、行かねえって言ってんだろ。おい、クソめんどくせえ。で、なんでこうなってんだ。いやー、悪いな。そういえば俺の車今車検に出してるんだったわ。すっかり忘れてたよ。バカか、ならドライブとか言い出してんじゃねえよ。いやー、天気良かったし絶好のドライブ日和だなと思ったら暑いね。すまん。てめえの脳内はいつも快晴じゃねえか。たく、めんどくせえ。でもなんだかんだで迎えに来てくれたじゃん、ありがとう。せえな、ガソリン代と高速代てめえ持ちだかんな。え、割り勘…なんなら今ここで降りてもいいんだぞ。冗談だよ冗談。木田正臣、ありがたく払わせていただきます。わかりゃいいんだ。で、なんか取り込み中だったみたいだけど何かしてたの。別にてめえには関係ねえだろ。なんだよ。いやでも迎えに来てくれたのはすげえありがたかったんだけど、意外と早くて逆に焦っちゃったよ。周りが遅えだけだ。俺はチンタラしてんのが嫌いなんだ。その割には今もちゃんと法定速度守って走ってるよな。なんだよ、そんなに刺激が欲しいってんなら出せるとこまで出してやろうか。あー、いや遠慮しとくよ。この前の二の前にだけはなりたくねえからな。ぶっちぎるぜ、おらー。で、目的地とか決まってんのか。いや、まあ突発的なことだったし特には何も決めてないんだよね。たく、どこまでクソナードなんだてめえ。いやでもドライブってそういうもんじゃん。こうやって走ってるだけで目的達成というか、なんというか。まあ確かにそうかもしれねえけどよ、それなりに目的がねえとモチベーションも上がらねえだろ。じゃあ逆に爆豪はどっか行きたいとことかある。別に今はねえな、考えるのもめんどくせえ。あ、じゃあバーベキューしようぜ。はあ、なんでバーベキューなんだよ。特に理由はないけど面白そうかなと思って。大体やるっつっても道具も食材も何にも用意してねえだろ。まあ食材はその辺の店で調達するとして、道具もどっか貸し出してるとこあるっしょ。そもそもドライブついでにバーベキューってのはなんか違えような気もするんだが、表っつうかなんつうか。そんなことないって、こういう気ままな発想もドライブの醍醐味っしょ。いいじゃん、やろうぜバーベキュー。まあうだうだ言ってても仕方ねえしな。じゃあできそうなとこ探しとけよ。オッケー。あ、ここなんてどう？道具も一式貸し出してるっぽいし、近くにめっちゃ綺麗な川が流れてるんだって。渓流釣りとかもできるらしいし、ここにしようぜ。別に構わねえが、ちなみにそこまでどんぐらいかかんの？片道2時間だって。まあそんなに遠くはなさそうだけど、買い出しとかも含めると到着は4時頃かな。いろいろと準備もしなきゃいけねえだろうし、結局飯にありつけるのが5時くらいか。夕飯だな。まあいいじゃん、絶対楽しいって。そんじゃあ目的地目指して出発。じゃあ飛ばすぜ。おい待て爆豪、平常運転でいいって。おい爆豪、爆豪、爆豪。